プラットフォーム駅前のモニュメント駅前に設置された、吉爪号レプリカ若狭本郷駅は、福井県大井郡大井町本郷にある、西日本旅客鉄道オーバーマ線の駅である。1988年撮影相対式ホーム2面2線で、列車交換設備を有する地上駅。駅舎側のホームの方が2番乗り場で、1番乗り場へは、湖泉橋で連絡している。線路は両開きになっており、 進行方向左側のホームに発着する、大井郡大井町にある唯一の駅である。鶴が地域鉄道部が管理し、大井町観光協会が駅管理及び窓口業務を受託する簡易委託駅であるが、緑の窓口が設置されている。なお、JR 西日本金沢支社は2030年度までに緑の窓口並びに委託業務を廃止し無人化する方針としている。 駅舎は1990年に開催された国際下と緑の博覧会で展示されていた風車の駅を移築したもので風車会館とも呼ばれている。移築時に木造から骨組みだけ鉄骨作りに作り変えたものの平屋建ての延べ床面積330平方メートルである。また国道27号に面した情報交差点ポータルには花博で走行した ドリームエキスプレス吉常号のレプリカが展示されている。福井県統計年間によると、2019年度の1日平均乗車人員は281人で、ある。近年の1日平均乗車人員は、以下の通り。本郷駅前停留所、駅前ロータリー内 AB 朝日2010、P10、ABCD 川島2011、 P57ABCDEFG 朝日 2012P11AB 若狭本郷駅宿百歳福井県大井町記念催しにぎわう北陸新幹線で行こう北陸新越観光ナビ https://www.hokurikushinkansen-navi.jp/.pc/.news/.article.php id イコールニュース零零零零270532021年5月6日閲覧 abjr 西日本若狭本郷駅花博風車の駅を位置区 交通新聞 P4AB 福井県内 JR 駅新たに16駅無人化北陸線の5駅は異国化対応2030年度までに福井新聞オリジナルの2021年5月9日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/web/20210509034441/https:www.fukushimbun.co.jp/articles//11516822021 年5月9日月欄 ab。abcde 川島2011 P35 朝日2012 P26 花博駅舎が第二の人生交通新聞 P1 AB メルヘンな風車の駅 JR オバマ線若狭本郷駅北陸新幹線で行こう北陸新越観光ナビ https://www.hokurikushinkansen-navi.jp/.pc/.news/.article.php i d ース w s 0 0 0 0 7 5 9 1 2 0 2 1年5月6日」閲覧。風車会館から大井町観光協会。福井県統計年間。 8. 駅別 JR 価格輸送状況。福井県。2021年3月29日閲覧。ありがとうございます。